サギユです。農場兄さんが蜂蜜酒を作ろうと頑張っています。しかし、そう、発酵樽は露出する気だと機能しません。多様な色かと同じ、室内、インドの設備なのです。で、壁とか、小屋を作りました。と、ここで襲撃イベントです。エイクシュルを倒して、長老撃破前に起こる襲撃イベントですね。敵めっちゃいますね、ハイルドワフが。おー、同時にさん倒してますね、敵を。言っても後始末はしないとですね。冷却場を作ってこう火事場のレベルを上げます。火事場のレベルが3になりました。こちらは重要アイテムのポータルです。2個のポータルに同じ名前をせると、ポータル間をワープできるっていうアイテムですね。さあ、道場人さんの長老に向かって3000里、始まりますね。走り出します。雨の中も、モンスターも、次々にこう倒しながら進んでいきます。次にはイカダで水上を渡っていきます。新エリアを見て大回りをして、そしてついに長老を呼び出す場所を見つけました。近くにポータルを置いて、これですぐに長老のところに来れます。次回、長老戦、お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。